皆さんこんにちは、宮野輪です。いきなりですが、新年の福袋と題しまして、契約書大量開封、やっていきます。ゴールド契約書が35枚あるので、まずはこちらから引いていきます。ちなみに、編集中の現在、ダルセレのランキング終了まで残り17時間ほどというタイミングなんですが、ノーマルスカウトも引けなくなり、育成する選手がいなくなってしまいました。想像以上に経験値が回収できて、マジで神イベです。あとはしっかりと3万以内に入れるように、頑張ります。ってことで10連目、A ランク2名いきました。まだまだあるので、ガンガン引いていきます。源田選手です。久々に引きました。嬉しいんですけど、未だに A ランクのストック、4枚しかないんですよね。ってことで、S ランク1名引けました。源田選手、守備が優秀なので、一応残しておこうと思います。ってことで次、30連目です。行きましょう。A ランク1枚。渋めですね。ってことでゴールド契約書、ラスト5枚です。お願いします。はい、結局、35枚引いて、A ランク4名、S ランク1名という結果でした。まあ、こんなもんですかね。ここからが大事です。S ランク 10% 契約書、10連発。7周年キャンペーンとかで大量に手に入ったので、一気に行きましょう。いきなり来ました。高梨選手。万波選手ですね。横浜高校出身ですよね。うお、3枚目。大貫選手。自チームです。これは嬉しい。ってことで 10%10 枚から S ランク3枚引けました。なかなか、いい引きです。高梨選手、シリーズ1で持ってるんですが、シリーズ2だとフォークが消滅してるので、もしかすると使わないかもしれません。万波選手は現状突も全然できてないので、覚醒していつか写真変更とかで使える日が来ればいいですね。大貫選手、実はプロスピ交換会でも、届いたんですよね。続いて、S30%5 枚と S ランク契約書引いていきます。S ランク 30%。1枚だけ自チーム確定となってます。なのでベイスターズは確定しているので、S ランク絶対に引きたいところ。うお、いきなり。井上選手。あげですね。安飽きたー。これは嬉しい。出ました。佐々木朗希投手。初めて S ランクゲットです。ってことで 30%5 枚で2名引けました。井上選手が確定分ですね。井上選手と安明選手は、極みで持ってます。
安明選手は継承しようと思います。佐々木朗希投手は A ランクのストックが3枚しかできてないので現状使う予定はないんですけど、引けたのはめっちゃ嬉しいですね。次、ジュニアトーナメント契約書引きます。楠本選手欲しい。田上選手でした。ツーシームとマッスラが話題になってましたね。リアタイ的に面白い球種ですし、かなり若い選手なので、こちらもいつか写真変更とかで使う日が来ればいいなと思います。ってことで最後になります。10連ゴールド契約書、こちら7周年大抽選会で当選したやつですね。はい、けど 10%、30% でいい引きができたので収穫は十分です。当たった選手の極み状態見ていきます。まずは源田選手、走力 A の走力型です。ショート適正 A で守備が非常に優秀、特能でチャンスメーカーも持っているので、使うなら1番打者とか守備固めがおすすめですかね。2人目、万波選手、パワヒのパワー型です。シリーズ1では弾道ラインドライブだったんですが、パワヒに変わったんですね。3人目、大貫選手、球威制球76度打ちです。純正のリアタイで結構優秀なので、継承できるのは嬉しい。タイピンついてるのもでかいです。4人目、高梨選手、リアタイ最強リリーフです。スライダーマックス、しかも2種持ち、しかもタイピン持ってるとかいうチート性能。けど残念なのが、シリーズ1では持っていたフォークが消滅してしまったところ、十分強いんですが、僕は継承しないでシリーズ1で残しておこうと思います。5人目、佐々木朗希投手、QA の QE 型です。変化球6球種で B 以上4つがリーグ的に優秀。リアタイは、非表示の大会だと、めっちゃ強いと思います。突然で育てるのもありかもしれません。6人目、我らの守護神、山崎康明選手、こちらも QE 制球同値ですね。早く継承して、称号で両方 A 狙いたいです。7人目、井上選手、超広角パワヒです。極みで持ってはいるんですが、以前に比べて、かなりステータス下がってしまってるので、継承せず、使わないことになるかなと思います。8人目、田上選手、マッスラツーシームです。マジで変化球面白いので、今後のご活躍、期待してます。ということで今回、新年の福袋と題しまして、契約書大量開封やっていきました。自チーム選手とか結構多く、非常に良い結果でした。で、ダルセレと同時開催のプロスピヒーローズなんですが、現在ランキング走ってます。最後しっかりと3万以内に、入れるよう、頑張ります。ガチャ結果と累計の結果も、近日まとめて動画にすると思うので、投稿した際は良ければ。そんな感じで、最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあね。バイバイ。